エイトロボットに出てた人、多分キャプテンも知ってるっす。あんたロボットの人だろ。もう言葉は正確に。ロボットは作ってるけどさ、人間が。オタク。気が合うっす。じゃあ改めて言わせてね。何かご用？ええ、我々はインフォボット CM でキャプテンコークがこの店の常連だと知ったっす。いつ来るっすか？とんだお門違いだよ。キャプテンは単なるタレントだから、実は一回来ただけさ。ねえ、オタクに入ってる OS バージョンいくつなの？バージョン 7.66。 そりゃいいや。新製品があるんだけどさ、ポン漬けだから一度試してみないかい？ポン漬け？そう、ちょっとの改造でポンテつくガラメッカヘリブースター。おまけにさ、お題はちょびっとでね。オッケー、じゃあちょっと来てね。待って、いや、なんちゃった、かっこいいっすか？いやあ、おっとこまえだ。待って、来てよ。お聞きなさい、あんたら。あたしゃ情けなくて涙が出るよ。もっと美しくできないの、このコースを。どういうこと？コースはクリアしたっす。だってあんたら、貧弱貧弱貧弱。こんなか弱いあたしでさえ、もっとすごいコースを毎日こなしてんの。どこがか弱いってんだ。私の半分でもいい。ほら、練習練習練習をやったさい。まあ、クォークみたいなおバカさんの目はごまかせるだろうけどね。キャプテンはどこっすか？知るもんかね。帰ったよ。あんたらに渡す商品を私んとこに置いた後ね。なに？なに？あんたにはもったいないスイングショットよ。それを使えば右ひょい左ひょい自由自在。それじゃあ見せて。ずうずうしい。あんなのクリアしたうちに会えないからね。ちゃんとお金払いなさい。商品はキャプテンからのものっす。それずるいっす。あら、そう文句ある？うわぁ、キャプテン愛用のガラメカをつけると強くなった気がするよ。は、実力のないやつほど機械に頼りたがるわ。もっと体鍛えなさい。ビッグボスが他の星を攻めてるっす。いや、でも気を切ってるだけだぜ。攻めてるってほどじゃないと思うけどな。ビッグバッドボスを甘く見てるっす。やつは危険っす。キャプテンに報告するっす。なあ、あのロボット弱そうだったじゃない。先にやっちまおうぜ。説得してボスの情報を聞き出した方がいいっす。結果は同じさ。キャプテンクォークのフィットネスコースへようこそ。もし君が強くて速くて賢いなら、ぜひチャレンジしてみよう。見事ゴールすれば僕の専属トレーナーから商品をプレゼント。あの3つ目の島を目指せ。グッドラック。帝国株式会社クォークエンタープライズはチャレンジ中の事故、障害、死亡、その他の損失に関して一切責任を負いません。あしからず。すいません、キャプテン、急ぎの用事っす。あなたの力を借りたいっす。クランク、あ、このキャプテンクォーク、どっか変だとは思わない？確かに下半身がバレー仕掛けでふわふわしているのは奇妙っすね。なあ、それなんでだと思う？